はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はちょっと実際イベント対戦のね、あの動画をちょっと見ていきたいと思います。愛知県ジャパン総本部さんと関西クラクラクラブのイベント対戦とね、いうことで、それぞれ15名ずつ出てね、対戦をしていったんですけども、まあね、結構いろんな全開がたくさんありました。で、まだね、あと残り7時間ぐらい残ってますんで、決着はついてないんですけども、これをちょっと見てほしいっていうもう攻撃がいっぱいあるんで、ちょっともうその中からね、何年かこうピックアップして、動画を、撮っていきたいなというふうに思います。さて、今回まず最初見てもらいたいのはこちら、ボーセブンさん。このね、方の、攻め方がすごい特徴的で、サイドカットをね、まずこう空ユニットでやっていってから、中にまずボーラーとヒーロー部隊をね、ガーッと突っ込ましていくんですよ。で、突っ込ましていってから、最後、裏方向を回すっていう、まあ、いわゆるね、ゴレホグのゴレの部分をボーラーに変えたようなもんですよね。最初まずこうね、ジンの、攻める口の両脇にライドラとベビドラ、多分これ両方ベビドラでもいいのかもしれませんけどね、打っていってサイドカットをしつつバスターに続けて、こういう風にねボーラーとヒーローを全部ダーッといっぺんに入れてきます。でコツは、バスターを出す前にね、ちょっとジャイを 3,4 体かなこう入れていくことによってバスターが過剰にダメージを受けすぎることを、減らしていると。で、その体力を温存したバスターがきっちり中心まで向かうのにつられてボーラー出しも中に入っていく。で、そこからホグを回していくんですね。でもこの時点で見てもらって分かるように、ここまでもう削れちゃってますよね。でさらにボーラーがこう奥まで行っているという形なので、ホグの通るルートがねかなり限定されてるんですよ。で普通にね、ゴレホグなんかをした場合っていうのは割とね、ここまで深く削るっていうのが難しかったりします。でもこの攻め方の場合はボーラーがね、ヒーローたちにも守られて延命している。でさらにはもう最後の最後、アチャクイがこうね大活躍して残った施設を殴っていくっていう形ができるので、結構ね、ホグの回るルートはほんと外周のまあ薄っぺらい層のところを回るのでばらけにくいんですね。これが本当にすごい。でこんな攻め方ね、結構見たことがなかったんですけど、まさかまさか。でもヒール1個残してますよね、完全に。これもう必要ないっていうレベルだと思うんですけど、まあね、タウンホール11で、スミさんの村完走ではなかったといえ、まあ、これだけのね余力を残して全開取れるこの戦術っていうのがまあすごいなと思って、ちょっとね今回まず、第1本目の動画に上げさせてもらいました。やっぱりねコツはいかにゴレを使わずに最初のサイドカットをきっちりやるか、もうそこはもうスラユニットに任す。で、サイドカットが入った後はジャイ、それに続けて、バスターを打っていって、バスターで壁を開けながらその壁の内側をどんどんボーラーとヒーローを流していくと。ここまでができてくると、あとはもう、ホグを入れるタイミングだけですよね。それが決まればこういう形で綺麗な全開につながるというふうに思います。でもう一つ、これはね、タウンホール10同士なんですが、攻め手は、ボーイングさんですね。ボーイングさんも、このジョイさんの村に対してね、今の全く同じ攻め方をやってます。で見てもらいたいんですけども、まず最初は、ベビドラを出していきますね。でこれでサイドカットをやっていくと。で、同じですね、おそらくこの辺から突入してくるだろうと思うんですけど、ジャイを放ってから、バスターを打っていく。きっちりねサイドカットができるまで、主力のね舞台をこう出すのをちょっと待ってますよね。あ、これ逆でしたか。ジャイの前にバスター出してましたね。で、まあ、こんな形で、サイドカット中はねあえて焦ってユニットを出さずに少し待つっていうのも大事です。焦ってユニットを出しちゃうとサイドカット不十分にユニットがこう流れますんで、今ね壁の一層内側までこのベビドラがカットをしてくれてますけど、ここまでベビドラが使えますんでね、やっぱタイミングってすごい重要だと思います。でトルネードトラップじゃないわ、アイスゴーレムで、ユニットが止まったところでヒーリングで延命で、ユニットが真ん中に到達するかなというところら辺を見計らって、ホグを投入していきますね。でこの中心部分にボーラーが入ってますんで、ここまで来ればボーラーはもうこの辺の施設を全部ね、ボーラーとフィーヒーかで破壊してくれますんで、ホグが通るルートもこういう形でもう見えてきますよね、こっちに向かっていくっていうのが。でそうするともうヒールもすごい打ちやすいし、
こにきっちりこうホグが入ってきますんで、あとヒール一発残してますけど、まあ、実際もうねほぼもう使わなくてもいけるレベルまで綺麗な、ホグ回しが進んでるんじゃないかなというふうに思います。でもここまで来ればあともう怖い施設はありませんので、迫撃砲大砲ここにある、テスラを崩して、これで全開ということになります。いやお見事ですね、本当にお見事。私やっぱゴレホグってね、関西クラクラクラブでも上手い方が何人もいるんですけど、そのゴレの部分をこんな風にね、ボーラーとヒーロー部隊に置き換えて、で、守りはもう、バスター突破兵器に任せて、で攻めの方をねボーラーでとにかく押していく。でやっぱね最後はこうボーラーはもう全滅しちゃうんですよ。アチャクイもやられちゃってますよね。だけどやられちゃっていいんですよ、もうこの攻め。盾になってくれるユニットっていうのがこれそもそも、最初のリクパートいないので、リクパートかな、ハエのパートかな、バスターが壊れちゃってジャイがやられたら盾になるユニットいないじゃないですか。なのでもうここはもうやられること前提で、やられるかな、そろそろやられ始めるなっていうタイミングを見計らってきっちりホグを入れていくことによって、真ん中にねこう入ってきた、最初のヒーローパートとホグがうまくこう絡み合ってね、全体を、突破していくという、そういう絵が描ける。あ、すっごいねこの攻め方っていうのは、タウンホール、まあ、10、11問わずかなりいろんな戦果が上げられる攻め方だと思いますので、まあ、ゴレホグちょっとやりにくいなとかねいう場合だったり、まあ、少しこう陣が広くてユニットを活かしにくいな、そのどうしてもばらけちゃうなっていう場合には、あえてねゴレを持ってかずにこういう風に1点突破でバッと突破させちゃって、で突破しているユニットが倒れる寸前でこう、ホグを入れていく、こんなね、攻め方もありだなということを本当に感じさせられました。可能性がまだまだありますね、タウンホール10とか11。いやお見事です。はい、というところで、本日はこの辺りで失礼したいと思いますが、またね、こういう動画どんどん上げていきたいと思いますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして、継続的なご視聴、これからもどうぞよろしくお願いします。ぜひね、この関西クラクラクラブにも遊びに来てもらえたら嬉しいなというふうに思います。では、本日は失礼します。バイバイ。